入力温泉は、鹿児島県薩摩仙台市入力町添田にある温泉。添田温泉と表記される場合もある。南北朝時代の建築2年に、添田湯として記録が残っている。その後、床町として記録され、江戸時代中頃の天保年間には、床町温泉を製造に、入力温泉と称すと記録されていたことから、この頃より、入力温泉という名称が定着したと考えられる。 当時は、入り木漁主の経営する六温泉と、湯湯二箇所が存在したが、明治以後に、温泉は五つとなって、尊遊となった。現在残る、芝垣湯とアゼロ、湯の二つの市営浴場は、いずれも江戸時代の六温泉にルーツを持ち、芝垣湯の名称は明治以降、アゼロ湯の名前も、アジロ湯として、江戸時代から記録されている。明治十三年に、 市営温泉が新設され、大正六年からは入浴料を取る、公営浴場が営業を開始し、昭和時代には市営の公衆浴場が目の湯も新設された。泉源により、泉室は異なる。イムタイ家の西方に位置し、周囲には、城跡や武家屋敷跡などが残っている。なお、同盟を関する入り木温泉センターは、イムタイ家の南方に位置しており、8キロメートルほど、 離れている。三件の共同浴場と数件の宿泊施設があり、過去に営業していた宿泊施設の跡地も残る。入域温泉の遠隔入域町文化財審議会、監修、昭和60年2月。ありがとうございます。